チュラン宮殿は19世紀に建設されたオスマン帝国の宮殿。イスタンブールのベシクタシ地区の海沿いにあり、ドルマバフチェ宮殿の北方、ユルルズ宮殿と近接した位置にある。チュラン宮殿ボスポラス海峡に面した風光明媚な土地で、同位置には18世紀のアフメト三世が邸宅を築き、娘婿で大宰相のイブラヒムパシャが居住していた。 1834年には、マフムト2世が、それまでの邸宅を取り壊し、自分用の宮殿を建設した。その宮殿も1857年に、アブデュルメジト1世によって廃され、新たな宮殿が建設されかけたが、これは、アブデュルメジト1世の死によって工事が中止された。現在のチュラーン宮殿は、アブデュルアズイズの命により建設されたものである。 アルメニア人建築家ニコースバルヤンと、その子サルキスバルヤン、ハコプバルヤンの設計で、1863年から1867年頃に着工し、1872年に完成した。外装は大理石で、内装は壁から天井まで木が使用されていた。宮殿庭園の外周は高い壁で囲まれ、すぐ後輩の丘陵にある、ユルズズ宮殿とは連絡橋でつながっていた。 なお、この時代のオスマン帝国のスルタンは、上記のように、各個人の指定を建設する習慣があり、チュラーン宮殿はその例に則っ,って建設された最後の皇帝指定である。マフムト2世の宮殿火災完成後、アブデュルアズイズが居住したが、1876年に亡くなったため、思考主であるアブデュルアズイズの指定として使われたのは、ごくわずかな期間であった。 次のスルタンである村と五星は指定を建設せず、そのままチュラーン宮殿を使用したが、精神を病んでいた村と五星はわずか93日で退位し、1904年に亡くなるまで同宮殿で南京生活を送った。1909年11月からチュラーン宮殿は議事堂として転用されたが、その直後の1910年1月19日、屋根裏から出火し、 外壁だけを残して焼け落ちてしまった。この火事で多くの貴重な美術品や書物が失われた。1930年には宮廷園用地にサッカーの競技場が整備され、ベシクタシュ JK のホームグラウンドとなったが、宮殿部分は修復されずにそのまま廃墟として放置された。1946年には政府の所有からも外れた。 現在のチュラーン宮殿内部1987年、日本の熊谷組が買い取り、大規模な修復が開始された。工事は1989年に完成し、チュラーン宮殿は約80年ぶりに蘇った。この修復工事では、ホテルとしての機能が追加され、1990年からは、ドイツのケンピンスキーが、同国の最高評価である5つ星の格付けを持つ、 高級ホテルとして運営している。ありがとうございます。